やあ、少年。おさんのお姉さん。いやあ、この間はごめんね。ああ、大丈夫で。あ、どうしたの？初めてのお使い中で。でも君の存在感なら隠れなくても見つからないんじゃ。初めてのお使いか。私も心配で渚の後ろついていったっけ。ちゃんと手を挙げて道路を渡ってるね。えらいえらい。そういえばお姉さんはどうしてここに？私もあのお店に買い物行こうって思ってさ。卵あった。お使いえらいね。ありがとう。どうかしました？あ、いや、なんでもない。卵買えた。あ、こんにちは。こんにちは、聖太くん。ちょっと渚の初めてのお使いを思い出して。実はさ、渚の初めてのお使いも卵です。卵がほとんど割れちゃったの。家まではなんとか帰ってきたんだけど。帰り、渚。お姉ちゃん。お使い行ってきてくれてありがとう。なんか今じゃ全然想像できないですね。今でも泣いてる時、撫でてあげれば泣き止むんじゃない？っていうか、あの子撫でられるの好きだし。もしもの時は頼んだぞ、少年。ただいま。おかえり。聖太くんが初めてのお使いしてたの。そうなんだ。渚が卵割って帰ってきたの思い出しちゃったよ。昔の話じゃん。あの頃とは違うんです。好きな子に撫でてもらったらもっと嬉しいかもね。ねえねえ、今誰のこと想像したの？ねえ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 、もうお姉ちゃん。This is my life.